ユーリ・ロマレンコはソビート連邦の宇宙飛行士で1978年3月16日と1980年9月26日の2度ソ連邦英雄を受賞した。キャリアの中で430日と20時間21分30秒を宇宙で過ごし18時間の船外活動を行った。1987年にはソユーズ TM-2 で ミールを訪れて、そこに滞在し、ソユーズ TM-3 で帰還した。ミールの滞在は326日間に及び、当時の最長滞在記録を樹立した。息子のロマン・ロマネンコも宇宙飛行士であり、2009年5月にソユーズとマ -15 で宇宙を訪れたことで、3組目の2世代宇宙滞在者となった。 ユーリ・ロマネンコは1944年8月1日にオレンブルク州のコルトボンヨフスキー村で生まれた。1916年生まれの父は軍艦の上級司令官であり、1917年生まれの母は衛生兵であった。一家は後にカリーニングラードに移住し、そこで彼は1961年に中等学校を卒業した。学生時代の趣味は、 飛行機や船の模型の制作やボクシング、射撃、釣りであった。卒業後、しばらくの間、上米市として働き、1962年に、チェルニーヒウの空軍学校に入学して1966年に、優秀な成績で卒業した。卒業後も、教官として学校に残るとともに、宇宙飛行士候補としての訓練を受けた。1970年に、 16人の宇宙飛行士の一人として選ばれた。初の宇宙飛行は1977年12月10日にソユーズ26号でサルート6号に向かった。彼が船長を務め、ゲオルディ・グレチコがエンジニアであった。彼らは96日間と10時間を軌道上で過ごし、ソユーズ27号、ソユーズ28号、プログレス1を迎えた。 このミッションの間、ロマネンコは1時間半の船外活動を行った。2度目の宇宙飛行は、1980年9月18日、初のキューバ人宇宙飛行士であるアルナルド・ダマヨ・メンデスと共に、ソユーズ38号で、サルート6号を訪れ、7日後に帰還した。この飛行で、メンデス・ヒスパノフォン、またアフリカに起源を持つ人物で、初めて宇宙を訪れることとなった。 三度目で最後の宇宙飛行は、1987年2月6日に、ソユーズ t エム -2 で、アレクサンドル・ラフェーキンと共に、ミールを訪れた。このミッションで、ロマネンコは、ミールで326日間を過ごし、当時の最長宇宙滞在記録を樹立した。また、4月11日、6月11日、6月16日の三度、 合計8時間48分の船外活動を行った。1987年12月29日、ソユーズ TM-3 で地球に帰還した。ロマネンコは1988年に宇宙飛行士を引退し、スペースシャトルのソビエト版であるブラン計画の責任者となった。この計画は1988年に一度の飛行を達成し、 1993年に中止された。1977年のサリュート6号滞在中、ロマネンコとグレチコは、ソユーズ25号のドッキングを妨害するような、損傷を点検するため、任意で、船外活動を行った。その際、ロマネンコは安全コードをつけるのを忘れて船外に出てしまった。グレチコは、なんとか片手でコードをつかみ、ロマネンコを止めた。この事故は、 グレチコがロマネンコが死の淵にいたと示唆するような冗談を言ったことで劇的に報道された。しかし実際は電源ケーブルで繋がれていたためロマネンコは宇宙ステーションから離れないようになっていた。ロマネンコはプロのパイロットであり約 -18、L-29、ミグ -15、ミグ -17、ミグ -21 等の航空機を操縦し、 39回のパラシュートも経験した。昇進履歴は以下の通りである。年齢制限に達したため、1995年10月2日に除退した。ロマ年校には、1940年生まれのウラジミールというハガニと1954年生まれのオルガという妹がいる。既婚でロマンとアルチョムという二人の息子がいる。ロマンは、 ソユーズとママイナス15で宇宙を訪れた宇宙飛行士である。生涯の大半、ユーリはスモグリでの釣りやその他のマリンスポーツを熱心に行っていた。宇宙では作曲をはじめ自身で作った歌を歌った。メンデスとの宇宙飛行の後、1988年に宇宙飛行士を引退すると、一家はキューバに招かれ、フィデル・カストロに面会した。 ロマネンコはカりや釣りが好きだと聞いていたカストロは、ロマネンコと10メートルのフリーダイビングを行った。ありがとうございます。